皆さんこんにちは、夏みかんです。今日は夏み今お仕事でちょっとホテルにいるねんけど、前回夏みの大くんお兄ちゃんに夏みが落ち込んでたらお兄ちゃんはどんな反応するのかっていう、まあドッキリ兼検証みたいなことをして、まあなんか感動的な回になったわけよ。で、夏みも自分であんなになると思ってなかったん。で、もう一人、夏みには兄弟がいます。それは誰ですか？ワン、ツー、スリー、妹ちゃんでーす。妹ちゃんの方がよくね、TikTok にも YouTube にも出てるぐらい、ピンナッツでね、結構動画を撮ることが多いねんけど、妹ちゃんにも同じ、ちょっとドッキリを仕掛けてみようと思います。で、妹ちゃんはどっちかっていうと、ほんまに夏みと、まあ、それこそ大くんとも性格が真反対で、まあ、特に大くんと夏みはちょっと似てる方。で、妹ちゃんはどっちかというと、マジドライというか、冷静タイプ。ちょっとほんま冷静タイプ。だから言ったら、うちが可愛い系で妹ちゃんが綺麗系みたいな。だからちょっと違うやん。妹ちゃんに同じように夏みが誹謗中傷が来てて、容姿について結構言われてるから、ちょっと自信がなくなって SNS やめようかなっていうのとか、まあ、その時その時なんかこう、なんていうの、出てきた嘘を言いたいと思います。で、みんな安心してください。そんなってか全く落ち込んでもないし、全然元気やから大丈夫やからね。夏みの妹ちゃんはね、夏みが、結構アンチとかで家で泣いてる時に一緒になって泣いてくれるような優しい心を持ってる妹ちゃんやねんやん。もともと妹ちゃんはこう SNS とかをに出たいタイプじゃなかったんけど、妹ちゃんがその当時夏美に言ってくれたんが、自分も一緒に SNS に出て少しでも見てくれる人が増えるならば YouTube だったり TikTok に出させてって言ってくれて、でその時すっごい嬉しくって、やっぱアンチが来ても一つ嫌なことは半分こできるねっていう考えを妹ちゃんは言ってくれた時にめちゃくちゃ嬉しくって、なんか感動したのを覚えてる。ということで、うちなんで電話すんねったっけ、ちょ待って、なんで電話すんねったっけ、うち、落ち込んでる。オッケー、いきます。それでは緊張すんねんな。いきます、いくで。もしもし。あ、もしもし。おはよう。おはよう。起きてた？うん。ぼーっとしてた。あ、ぼーっとしてた？さ。どうした？ね、いや。今さ、結構落ち込んでて。夏が？うん。どうした？あ、今東京で仕事来てるやん。うん。で、なんか、まあ、一人になる時間が多いわけやん、ホテルで。うん。で、なんかその時に、コメント欄とかやっぱよく見るやん、夏美。うん。で、やっぱ最近またコメント欄とかでも、容姿について書かれることが多くって。なんか、ブスとか、キモいとか。うん。なんかそういうの見てて、なんか自信なくなってきて。夏が？うん。そんなんで自信なくなるタイプやったっけ？え、だから、ママとかには言われへんから、ピンだけに今言ってんねんけど。だから、ちょっと SNS やめたくなってきたから、でもやめたらあかんやん。だから、今の気持ちをちょっと、ピンに話したいなって思って電話した。そっか。うん。やめたいん、SNS。やめたくはないねんけど、でも、なんか、やっぱやめた方が、こういう悲しい気持ちにはならへんのかなと思って。夏美ってブスやと思う？そんなことないよ。だからなんで？うちってさ、うん、SNS しててさ、YouTube とか TikTok でさ、笑顔届けれてるかな？って思う？ほんまに。少なくとも、うん。おばあちゃんは笑ってる。おばあちゃん、身内？身内はそれはみんな笑ってくれるやん。え、じゃあさ、ピンはさ、尊敬してるとことかある？夏美に対して。あるよ。ちょっと言ってみてくれへん。
いっぱいあるよ。で、なんかそのいっぱいを言ってみてくれへんって。まあ、一個強いて言うなら、うん。継続力。お、おー、はい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 。あー、継続力すごい。あー。みんな、うん、なんか突発的に、うん、これやってみようとか、うん、ダイエットとか、うん、あったからこれやろうとか思っても、うん、やり始めるのってみんなできるけど、うん、趣味でもなんでも、うん、続くのってなかなか難しいし、自分も難しいって思うから。あ、ピンも？うん。夏って続いてること多いからさ、そういう配信とかだけじゃなくてもっと、そういうとこ尊敬してるし、うん、でもやっぱ SNS で初めて、うん、なんかめっちゃ変わったって思う、いい意味で変わったって思うことも多いから、うん、え、夏美が？うん。なんかわからんけどな、うん、中学生ぐらいまで、うん、なんか、ナッツと、うん、うちは同じぐらいの精神年齢やと思ってて。なんなら、ナッツの方が、なんか子供やなって、うちは内心思ってて。すごい、イライラした時とかも、うん、ほんま子供やなって思ってて、ナッツのこと、うん。で、めっちゃ変わっていったから、うん、もうそう思わんくなってんやん。え？じゃあ、うちの方がお姉ちゃんって思う？え、そう、ほんまに、あ、お姉ちゃんやなって思い出してきてん。え？結構マジでこれ。見た目の話じゃなくて。うん、中身？そう、中身とか考え方が、ほんまに最近、尊敬できるとこ多い。え、ありがとう。なんかめっちゃ嬉しい。だから、うん。せっかくここまで続けてきたのを、うん。顔のこととか、歯のこととか、もし言われて傷ついたんやったら、うん。なんかそんなな、どうせ会ったこともない人らやろうからさ。あ、まあ、確かに。絶対実際に夏に会ったことないやん、絶対。うん。なんかそんな人らが書いてることを信じてやめてしまうより、続けて、なんか、なんやろ、もう、うん。続けた方がいいと思う。確かに。ママがよく言うのがさ、あの、うん、始めることは簡単やけど、やめる、あ、じゃ、やめるこ、何だっけ？始めることは簡単やけど、やめる、あ、違う違う。やめたら、え、なんか言われてんけど、忘れてもた。それ一つやん。あともう一つぐらいない？なんか。もう一つ？うん。外見のことでもいいで、別に。内面でもいい？外見は？外見は？でもうち歯並び結構綺麗くなってきてると思う？うんうんうん。え、やんな？それほんまにそうやんな。うん。やっぱわかる？ほんまになんか笑顔が変わってきた気がする。どういう？笑い方が。え、笑い方、声のトーンとかってこと？え、ちゃうちゃう。あの、笑った時の表情？そうそうそう、そんな感じ。へぇ。ピンもさ、いつも落ち込むことあるやん、プライベートで多分。そういう時ってさ、どうやって前向きになってる？ピンって。めっちゃ、いろんな人に、話、する。ああ。なんか、うん、マジやけど、これ結構。うん。一人で抱え込んで、うん。考えるんやけど、うん、わかるわかる。その分、めっちゃ言う。相手っていうかその、あの、誰かに？ああ、話を聞いてもらうってことやろ？そうそう。めっちゃ話聞いてもらって、うん。解決して気づいたら、あの、心の中で。ああ、はいはいはい。はいはい、そういうことね。人に話そう。夏にもピンに話したから、なんかすっきりしたわ。あとは、うん。もう、王子の写真をひたすら見る。ああ、わかる！チャチャやろ？チャチャの写真マジでやばい。もう、やっぱさ、すごいよな。チャチャとさ、家族になれてほんまよかったよな。チャチャを守るために、頑張ろう SNS。な、うん。チャチャの写真いっぱい送るわ、じゃあ。あ、送って。でも確かに夏美が頑張ることで、王子もおるし、家族もおるし、あの、夏美が何かをやめると多分悲しむ人の方が身近にいっぱいやから、頑張るわ。うん。ちょっと元気になったわ。
仕事頑張ってくるわ。よかった。ありがとう。じゃあまた LINE するわ。はーい。はーい、バイバイ。バイバーイ。はぁ、もう、なにこれ。待って、みんな。ちょっとま、うちまた泣いてもうたんやけど。これまたなんか、同じ内容やけど、大君にもピンにも言ったの。なんか全然違う。ちょっとうち感動してる。家とかではいつも喋ったりするけど、電話で多分相談するっていうのって、ほとんど今までないから、余計にほんまにピンチなんやって多分ピンは察してくれたやと思う。だから、正直あんななんか、継続力があるとか、なんかその、その、真剣になんか褒めてもらうことが、いつも一緒にいすぎて、だから褒めてもらうってか、本当に思っとうことっていうのはあんまり聞いたことがなかったから、もうマジで嬉しかったし、いやー、本当に素晴らしい兄弟ですね、みんな。大君もピンも、本当に優しくて。で、結局、どっちにもネタバラシはせず、もうこの動画を見てくれて、ネタバラシっていうか、これ嘘やったってなるっていうね。これから先もさ、いいコメントばっかりではなく、悲しいことや、言ってほしくない言葉のコメントがたくさん来たとしても、それは、夏美のママが言っててんけど、アンチっていうコメントって、興味がなかったり、ほんまに何も思わへん人にはわざわざそんなことを言ってこうへんねん。書いてこうへんねんって。っていうことは、ポジティブに考えれば、夏美のことが少しでも気になったりとか、少しでも好きって思ってくれてるから、そういうコメントをわざわざしてくれるってママが言ってて。だからある意味、どんなコメントでも、いつもありがとうって思ってるから、これからも、どんなコメントでもしてください。お願いします。ということで、皆さん、今回は妹ちゃんのピンタンに、同じドッキリをしてみたら、まさかの、泣いてしまいました。どっちも嬉しかった。すごく幸せな YouTube の撮影でした。ということで、なつみは今からヘッドスパに行くので、それでは、今日も動画を見てくれてありがとう。みんなのことを、せーの、大好きだからね。バイバーイ。ありがとう。I love you. Me too. バイバイ。行く聞いてみた。俺のことで間違ってへんからな。大君って絶対間違ったこと言わへんの？俺間違ったこと今まで言ったことない、ほんまに。でも前さ、パパがさ、大君がさ、昔小学校の時さ、テストの点数とかさ、3点とかの持って帰ってきてたって言ってたで。